ブライアント・ブラウニングは、オハイオ州クリーブランド出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはガード。オハイオ州立大学では1年時の2007年、控え、ラインマン及びスペシャルチームでプレーした。2年時の2008年、卒業したカーク・バートンに代わり、右タックルとして先発出場した。ガードでもプレーした。3年時の2009年、全試合で右ガードとしてプレーした。4年時の2010年も右ガードとしてプレーした。シーズン終了後には、イースト、ウエストシュラインゲームにも出場している。2011年7月29日、ドラフト外フリーエージェントで、セントルイスラムズと契約したが、ウェーバーされて、8月7日にカロライナパンサーズと契約を結んだ。開幕から11試合をプラクティススクワットで過ごし、12月2日、アクティブロースターに昇格した。12月11日のアトランタ・ファルコンズ戦で、ライアン・カリルが負傷した際、ガードのジェフ・ハンガートナーがセンターに入った1シリーズでガードとしてプレーした。12月16日の練習中に左手首を負傷、12月17日、故障者リスト入りした。2012年8月31日、パンサーズからウェーバーされ、9月1日から10月16日までプラクティススクワットとして在籍した。10月22日、クリーブランド・ブラウンズにプラクティススクワットとして加入した。2013年1月8日、ニューヨークジャイアンツとフューチャー契約を結んだ。バッファロー・ビルズの在籍を経て、12月19日、ピッツバーグ・スティーラーズのプラクティススクワットとなった。2014年、バッファロー・ビルズとのプレシーズンゲームでファンブルリターンをした際、肩を脱臼、8月18日、スティーラーズから解雇された。2015年8月16日、マイアミドルフィンズと契約を結んだが、8月31日に解雇された。ありがとうございます。